まあ私ずっといるからね、あの <laughs> だからいいところいっぱいあるういう25年いますか、ね、それは証拠になってるんですね。ごいいところいっぱいなければあの、もうどっか行っちゃった行っちゃうかなと思いますけど、でもやっぱりあの、まあ、みんなあの、まあ、同じようなこと言うんですけど、そのまあ、広島 市だったらまあ街自体が本当にコンパクトであああの、まああのま結構都会ほど遊び場がないんですけどでもあの十分あるとかナイトライフとか、うん、まああのとあのやっぱりあの自分もアウトドアが好きであああの、まああのま山が近い海も近いですねいろんな私好きな あのマラソンとかト,トライアスロンとかそういうあのサイクリングとかたくさんできるんですねとあの本当はでも一番好きながあの本当にあのこ子育ちにすごく向いてる街と思いますですねとあのまあ今の子供がもうあの 高校卒業しました一人がもう一人が今から高校に入るんですけどあの本当にあの広島で生まれて本当に良かったと私も思ってるしあのその子供たちも自分自身もそういうふうに思ってるんです誇りはすごい持ってるんですね自分が広島のことを思ってるんですよねそういう意識が強い。 ですねま、るあの本当にまるまる外国人なんですけど、広島弁がすごいんですよ。<laughs> あのだから、やっぱりその、あのから広島市からちょっと広くすると、まあ、山の方も、あのまあ、特に島、島には本当にあの住みやすい地域と思ってるんですよね。本当に過ごしやすいですね。 広島の人って意外とあの意識してないんですけど広島ってそのまあ僕も関東にあの長く住んでたんですけど広島に出身で関東に行ってたので関東に行ってるとあのち,ょちょっとこう都心から地方に移動するだけで1時間半とか2時間かかるわけですよ。うん でも、広島って1時間半かけたら、雪がめちゃめちゃ2メーターとか積もってる小ョから、広島市内まで来れちゃうんですよね。そうですねこれって、やっぱりすごく魅力だなって思うんですよ。うん、なんか、ここをうまくもっとはた発信できると、何かこう新しい広島の魅力 PR なんじゃないかなってのは本当に思いますね。n チームがすごくいい例と思うんですよね。あ、そ,それにちょっと<当>。 あのエッツジンはちょっと遠いイメージがあるんですけど、実際に行くと本当に近いんですね。あの私はあの車,の車の免許を持ってないんですね。いつも自転車で移動する。でも逆に、あのウ宇ナまで自転車で行って、すぐエッツジンに <laughs> あの入れるので、よくあのあの元年ムーンビーチ、<う>よく遊びに行きましたね、昔。自転車乗って。はい 本当でもフェリー、ねですねうん、それも本当に魅力的ですね。あのちょっとしたフェリーに乗ってちょっとした旅してる気分があるんですね。まあ通勤やってるとちょっと違うかもしれないんですけど。<laughs> <laughs> でもなんかこういう見え方というか捉え方ポールさんだから見えている広島のいいところっていうところは我々こう県民がもう少しあのよく捉え直してみんなで共有した。 ししし直した方がいいいのかもしれないです、ね、あのだって、ポールさんって奥さんも海外の方ですよね。そう,ねそうですね、アメリカの方ですね。というん、ってことは、まるまる移住してきて、広島で子育てがしやすいっていう、このキーワード、僕はすごく強いなと思ってて、全くだって日本にゆかりがなかった方が、日本に住んで、子育てしやすい町なんですよ、広島って言ってくれることって、はいはい、こんなすごいことないですよ、ね、<laughs> 本当に。<laughs> われわれはあの結構面白いであので、2人ともあの、まあ、ずっとあの日本の学校に通ってて、うんうんあ、インターナショナルスクールじゃなくて、じゃなくて普通の,あの、まあ、私立の小学校とか中学校ですね。あの行ってるなのにあの、やっぱりあの原爆のこととか。 勉強すするんですねあとは8月6日近づくといろいろ勉強したりするんですね。でも2人、まあ私イギリスから聞いたんですけど、私の奥さんがアメリカ人ですよね。だからあの書類上ではあの子どもたちもアメリカ人になってるんですね。うん、あのビザの関係で。あのでもそれでも、まあ、子どもたちは悪い気なくても、ちょっときついことも、まあ、正直なこと。 よく言うんですよねでもそれでも一度もあのなんかちょっときついこととか言われたことないんですよね8月6日に関してですねあれはあの私は最初に広しに聞いた時は平和教育はどういうふうに思ってるのかちょっとあの私いろいろ複雑な気持ちがあったんですけどでもやっぱりか振り返ってみるとあのまあ その平和教育のおかげで、そういう環境であの育つことができたなと思っています。それはすごいありがたい気持ち素晴らしい。ぜひ、今日、教育長に聞いていただきたかったですね。<laughs> これは。僕は広島県民として誇らしいです。そういう教育をしていただいて、かつ本当に実際、体験者であるポールさんにそんなこと言ってもらえると今日思ってなかったので。 素晴らしいいですすね、うん、ありがとうございますなんかやっぱり日本人じゃ思わない視点を持たれてるっていうのはすごく魅力ですねめちゃめちゃその普段生活してるって当たり前になってる僕らの中にこう新しい視点が訪れるなっていう感じがしましたありがとうございますではでは続きまして後藤さんはい最近広島でなんかいいことありますか 最近、広島なんかいいこと。あ、いいですよ先ししあ、そうですないんでいやいやいや、まあ、広 <laughs> 島も多分これから面白くなっていくと思うんですけど、僕、本当つくづく思うのが、あのー、こっち戻ってきて6年目になるんですけど、すごい友達が増えたんですよね。おぉ<ー>。もともとでも多かったですよ、<ー>友達は。そう,そうあのー。 もちろん地元の友達っていうのはいるんですけど結構でも仲いい友達逆にみんな出て行っててですね<ー>それこそ関東圏とか、うん、はい実は戻ってきてじゃあそのもともと地元小中高の時友達だったのはまあ数えるぐらいな感じだったんですけどまあその友達はその友達もちろん今も仲良くやってるんですがむしろ帰ってきてからできた友達がすごく多くってですね そのまあ、何が言いたいかと,いと、江田島に限らずですよ、広島県全体で。で、なんかやっぱり広島の、なんていうんでしょう、このみんなそれぞれをこう認め合う精神というか、うんな,んかなんかある,あるのかわかんないけど、例えばこのブランドの、ね、去年集まったあのメンバーも。 なんなら半分以上。まあ、友達っていうと、ちょっと勝手に僕は友達って思ってるだけかもしれないですけど、うん、いいと思います、うん。あの、知ってる方ですし、本当にこう、プライベートも。まあ、こういうお仕事でも、まあ友達仲のいい方々がすごく多くって、なんかそれがすごく心地いい地域だなと思いますね。すごい。なんか楽しいですよね。関わらせていただいて、僕もそうなんですけど、あの、ちょっと反面。 的なととこを押さえておくと広島ってみんな仲がいいですよね。で代わりに仲がいいこうグループがいっぱいできていってまあちょっとその中で対立があったりするなっていうのはちょっと思ってはいるんですけど僕の中ではあのみんな結局場所さえ違えば仲良くできる人だなと思ってるので、うん、なんかこう派閥で争うんじゃなくて最初、うん、からみんな協力し合って、うん、僕も私もいい時には。 力すすよっっっててていうのが理想だなってすごく思ってて今まあ今日集まらせていただいているこのブランドのメンバーについては非常にそれが当てはまるなってなんかこうね仕事の話すればあの19人のメンバーの中でまあね入札ごとで案件が対立するメンバーになることもあるわけじゃないですか <laughs> 実際この3人でもね観光のプロポーズが あれば違うチームで、ね、こう出すこともあるんですけどそそれはそれはですよ、うん、でもみんな広島をよくしたいと思う気持ちで集まって楽しんでやってるっていうところでそれを今もう3人笑ってましたけど <laughs> みんな認識しててもここに来てくれて話してくれるしまあお互いじゃあ次どう良くしよっかみたいなところを話し合えるっていうこのグループのコミュニティの伸ばし方ってすごく僕は。 自分の中でいいなと思ってますなんかこれまでの広島ってやっぱり敵対しちゃうとあいつは敵だこいつは敵だみたいなことがよくあったなと思うんですけどやっぱ時代も変わってきて我々の世代が上がってきた時に、まあ、こういうつながり方も広くできるようになったのがすごく嬉しいなと僕は単純にこの、まあ、今日のこの回もそうですけど嬉しい思いでいますうんまさにまあさっきあの原爆とか戦争の話ありましたけど、うん、まあ ね、平和を歌っている町だからこそなんかそんなつまらないことでいがみ合わないでん仲よくやれるのかなと思うんですよね。うん、なんかそれがこ,うこれからの広島のなんか伸びしろなのかなと思っていて僕はその、うん、そういう何て言うんですかね友達というかあの友達にはおこがましい方もいっぱいいますけどそういった方々が、あのーまあ、さっき江田島で言ったのと同じように自己表現をどんどんしようとしている。 なんかそういう動きがそれぞれがそれぞれの立場で自己表現をしながらどっかでこう横のつながりもあったりするっていうのがなんかさざ波なのかなっていうああそうですねいやすごいうまくまとめてくれてありがとうございます <laughs> <laughs> 今のは絶対使います <laughs>、はい、<laughs> お願いしますいやでもおっしゃる通りですねあのやっぱ広島県広島県民として広島の価値をまあ広島県外に売り込むべきだと僕は思います総力戦になっ いると思うのでまあ世界中今ねちょっと流行りの感染症で辛い思いをされている方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そんな中でやっぱり同じ県民同士力を合わせて自らのその住む町の魅力をしっかりアピールして発信してでかつその中でお互いが自分たちのできることをそれぞれの立場で頑張るっていうのはすごくいいことですよね。まあ、それをやっぱり。 この音声見てから伝えていけたらいいなっていう、うん、ちょっと狙って言ったんで笑ってしまいましたすみません <laughs> <laughs> いやありがとうございますすごい,い,い話を聞くことができましたということで僕のターンなんで僕からちょっと今日あの2人にそれぞれ聞きたいことを用意